皆さんこんにちは。シーズンが終わり移籍報道が盛り上がりを見せている中、本日6月13日シュツットガルトに所属する日本代表ディフェンダーの伊藤洋輝選手がバイエルンに移籍することが報じられました。移籍情報に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は自身の X で Here we go というお決まりのフレーズとともに、バイエルンは3000万ユーロの契約解除金を発動することでシュツットガルトの伊藤洋輝の獲得に近づいている、選手側でも合意が最終段階と移籍が秒読みであることを明かしています。2021年からシュツットガルトでプレーする伊藤選手は3シーズンにわたって公式戦97試合に出場し、特にクイシーズンは公式戦29試合に出場して2アシストを記録、ブンデスリーガ2位フィニッシュと大躍進を見せたチームの守備陣の主力として躍動しており、この活躍を受け今夏の移籍市場では人気銘柄となっているとたびたび報じられることになり、 CL もそうだし、ビッグクラブに行くこともそうだし、あとはどこにチャレンジできるかというところをしっかり見て選んでいければ、もちろんプレミアにもこだわりはありますけど、とにかくネームバリューのあるクラブに行きたいと自身の去就について明かしていた中、本日バイエルンが3000万ユーロ約51億円とされる契約解除金をシュトゥットガルトに支払ったと現地メディアが一斉報道する運びとなっています。トランスファーマーケットは伊藤選手は2028年までの契約を結ぶ見込みだとし、移籍の発表は間もなくだろうと指摘、移籍が完了すれば伊藤選手はシュトゥットガルトにとって2番目に高額な移籍金、2019年にベンジャミン・パバールが3500万ユーロで移籍となると紹介しており、また実際伊藤はバイエルンのニーズに完璧に合致する。左利きのこの日本人センターバックはバックラインにおける重要な穴を埋めることになるだろうとして、伊藤選手がバイエルンにもたらすメリットを説明しています。伊藤は左サイドバックや中盤でもプレーでき、伊藤は昨シーズンのシュツットガルトの輝かしい活躍の中心選手だった。伊藤がバイエルンにとってこれほど有望なのはなぜか、何よりもまず伊藤はすでにブンデスリーガを知っている。そしてバンサン・コンパニ監督就任によりバイエルンは昨季ヘーネス監督がシュツットガルトでプレーしたのと同じようなスタイルを導入しようとしている。ワイスカウトによると、伊藤はブンデスリーガで90分あたり 10.5 2本のプログレッシブパスと 69.8 4本のパスで14位だった。この数字に加え年齢、さまざまなポジションをこなせる能力、そして比較的手頃な移籍金が伊藤をバイエルンにとって魅力的な選手にしている。またバイエルン専門メディアバーバリアンフットボールワークスでもバイエルンとシュツットガルトの伊藤を結びつける移籍の噂はこれまで一つもなく、噂の大半はレバークーゼンのヨナタン・ターやチェルシーのレヴィ・コルビルに関するものだったと驚きを示しつつ、重要なのは伊藤が左利きのセンターバックであること、この重要な特性とブンデスリーガで実績のある選手であることを組み合わせればバイエルンがこの選手を気に入る理由を探すのは難しくない。伊藤選手の獲得に動いた経緯について見解を示しています。そして現在そんな伊藤洋輝選手のバイエルン移籍に大きな反応を見せているのが韓国メディアで、 FM コリアのネット掲示板では伊藤よりキム・ミンジェの方が上、伊藤はキム・ミンジェからポジションを奪えない、キム・ミンジェの競争相手にならないといった声が沸き起こっており、そして韓国メディアインターフットボール欧州での報道内容を引用する形で伊藤選手のバイエルン移籍報道を特集し、同選手がセンターバックのみならず左サイドバックでもプレー可能である点に着目すると、バイエルンはサイドバックのアルフォンソ・デイビスに対談の可能性がある。伊藤を獲得すればサイドバックの問題を解消することができるとサイドバック起用の可能性を強調しています。伊藤選手のバイエルン移籍報道は1ヶ月前にも出ており、その際にも韓国メディアはショックだ、日本人ディフェンダーがキム・ミンジェを追いやると
と見出しを打った記事を掲載し、バイエルンがキム・ミンジェの代わりに日本のセンターバック広木伊藤の獲得を検討中だ、シュツットガルトのディフェンダーがバイエルンの関心を受けて、内向的な性格だがスタジアムの中ではヒールになることもできる、バイエルンがキム・ミンジェを1年で放出し、そのポジションを伊藤で埋めるのか、移籍市場の動きに関心が集まると報道していました。キム・ミンジェ選手については、昨シーズンナポリでの活躍から期待されてバイエルンに移籍するも、シーズンが進むにつれて守備のパフォーマンスが悪くなり、そして今年4月30日開催の CL 準決勝ファーストレグのレアル・マドリード戦で2失点に関与しチームが敗退した際には、ドイツ紙が一斉にもう居場所はないとして移籍を報道。しかしこの報道に対し韓国メディアは、敗北の責任はトゥヘル監督にあると主張し、彼はケインとムシアラを交代させバランスを崩しレアル・マドリーの総攻撃にあった。その上、彼は第一レグの後にキム・ミンジェを猛非難して選手の自信を完全になくさせた。ところが第二レグでも彼を重要な後半の勝負どころに投入した。完璧に選手殺し、バイエルンとファンは敗因と恨みの対象を探している。キム・ミンジェがその魔女狩りにあったようだと糾弾していました。さて、朝から日本サッカーファンを騒がせている伊藤選手のバイエルン移籍報道、日本のファンからは、朝からすごいニュース来たな、ロマーノ方来たなら決まりかな、リバプールへ行った遠藤に続き、またシュツットガルト発メガクラブ行きの日本人選手が現れたのは素晴らしい、ポジション争いは厳しいだろうけど左利きのセンターバックは貴重だし、きっとチャンスはある、頑張れ。菅原もインテルやアトランタの名前が上がってるし、呼ばれてないけどマイクマもアーゼット確定報道が出たし、日本代表のディフェンス陣はとんでもない名前のクラブのオンパレードになりそうやな。そして伊藤ができるポジションは左サイドバックとセンターバックだけど、左サイドバックはデイビスがいなくなりそうだし、センターバックは言わずもがなデリフト怪我がち以外崩壊状態だから、どっちでも出れるチャンスは十分にある。コンパニーのサッカーは後ろからのビルドアップとフィードが重要だから、伊藤の技術も生きるはず。冨安に関心があったのは存じ上げてましたが、まさか伊藤とは同じドイツ内での移籍とのことで言語面でも問題ないですし、オファーが来るなら検討してほしいですね。それにしても代表ではいまいちでも、クラブで素晴らしい活躍をしてる選手が多いというのはそういうことですよね、ポイチなど多くのコメントが寄せられています。今後の動向に注目が集まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。